今日も続いてハイチの話です。まあ、ハイチには自衛隊の皆さん350人行っています。まあ、私も現地を訪れましたが、大変しっかりと厳しい状況の中で活動しておられました。当初はシャワーもない、そして食べ物は今でも日本から持ち込んだ携帯食、非常食、まあ、現地で調達することはまだできない状態です。まあ、そういう厳しい状況の中、自衛隊の皆さん非常に頑張っているということが印象的でした。そして NGO の皆さん、日本人の NGO の皆さんにもお会いしました。まあ、若者、日本の若者が本当にいろんな物資を配ったりして、頑張っておられる。まあ、寝る場所もないような状況で、非常に頑張っている。まあ、そのこと印象的でした。そして最後に、大使館の職員、大使はじめ、この厳しい状況の中で頑張っています。地震が起きた時には、まあ、大使館も被災しましたし、そして大使館員の住宅も住めない状態、車の中で寝泊まりしながら日本人の安否の確認を、通信手段が十分でありませんでしたので、まあ、足を運んで確認するということを行いました。そしてもともとのハイチの大使館勤務の皆さんだけではなくて、順番にフランス語圏から人が応援に入って、そして大使館を切り盛りしている、運営している、大戦で外交官が非常に頑張っている、まあ、そのことも申し上げておきたいというふうに思います。